石崎聡のサッカーに生きるフットサル思考。こんにちは、石崎聡です。今回は幅を使って相手を抜くロールドリブルについてお伝えします。このロールドリブルはフットサル選手はよく使う技なんですけど、サッカー選手でもフットサル経験があるサッカー選手っていうのはサッカーの試合でもよく使う技になります。今回僕がお伝えする方法を実践することで相手を抜ける確率はより高くなるので、ぜひ取り入れてみてください。今回お伝えするのはドリブルをしている時にステップを大きく踏むことでこれだけの幅を出すことができて、ボールをより大きく動かすことができます。そうすることで相手が足を出してきても出てきた足を越してかわすことができます。なので幅を出すために意識してほしいのはこのステップ、足の置く場所っていうところを意識してみてください。このロールドリブルのコツなんですけど、止まってやるのではなく少しでもいいのでスピードに乗ってやることがコツになってきます。スピードに乗ることで自分の移動距離というのも大きくできますし、自分の幅をより出すことができて、相手をかわした後も次の動作に早く行くことができます。このロールドリブルの練習方法なんですけど、まずボールを置いて止まったボールに対して走っていって、手前で一歩大きく踏んで転がして前にというような形でまずやってみてください。で、慣れてきたらドリブルしながら一歩大きく踏んで転がす。まあ慣れてきたらこれをスピードアップしてより実践に近い形でトレーニングしてみてください。今回は幅を使って相手をかわすロールドリブルについてお伝えしました。サッカーでも実際にフットサルを経験している選手っていうのは、ブラジルの選手に多く見られるんですけど、やっぱこういうボールをロールして相手をかわす、相手をいなすっていうようなプレーは本当によく見られるので、サッカー選手はぜひロールドリブルを取り入れてみてください。今後もこのような形で動画を配信していくので、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。